全能の逆説とは、論理学、哲学、進学等において、全能と論理学的不可能との関係を扱った問題。この逆説は、全能者の論理学的矛盾を示しており、極端な例で言えば、全能者は自分自身を永遠にいかなる意味でも存在しないようにすることはできない。他の例で言えば、全能者は、四角言や、 7プラス5イコール75を成立させることができるように見えるが、それらは論理学的不可能であり、全能者は矛盾している。全能者はどんなことでも成し得ると考えることは論理学的に正しくない。もし全能が論理学を超越した能力である、または神の論理であるというなら、全能とは四角い丸のような形をも作成できる非論理学的能力である。 この場合、全能についての主張、議論等から論理学を切り捨てることになる。全能者が論理学を超越したものであるとすれば、論理学の外側にいるものは、神であっても、悪魔、妖精、見えざる、ピンクのユニコーン、空飛ぶスパゲッティモンスター等であってもよい。この場合の全能者の意味は、結局、非論理学的なものだからである。一方、論理学を肯定した上で、 全能と論理学が両立するという前提を置くことはできる。この場合、全能とは論理的に可能なことなら何でもできるが、論理的に不可能なことはできないという意味になる。ただし、論理学を肯定することは、非論理学性を否定することに等しい。そのため、非論理学性や神秘性を肯定することはできなくなる。会議主義、論理学的疑問、合理主義を切り捨てることもできない。 言い換えれば、論理学、合理主義によって批判された事柄について、神、奇跡、超越等と説明づけたり擁護したりしても、そこに、論理学的、合理的正しさはない。神には四角い丸を作る能力がないと主張してきた、人々は、無神論者だけでなく、典型的な信仰者たちもおり、彼らは、全能者の力に、論理学的政権があることを受け入れていた。また、 神を全能者とする場合、伝統に反した答えが導かれる。例えば神が全能者として存在しているとすると、神は一切何も必要とせず存在可能なため、神にとって世界や非造物は必要でなく、何かを愛する必要もない。イブリュシュド全能の逆説に取り組んだ最初期の鉄人の一人基本的な問題は、である。一部の哲学者らは、 この論議をもって、全能者が存在しない少佐とした。別の哲学者らはこの逆説を、全能であることという概念についての誤解内しは、御用から来ているとしている。また、中には、ある存在は全能であるか否かのどちらかでしかないと、仮定し、様々な段階の全能性があり得ることを無視した、ことから来る、偽の逆説であるとする哲学者もいる。しばしば、この逆説は、 アブラハムの宗教における神の語をもって記述されるが、全能者をそれと限る必要はない。中世以降、哲学者らは様々な方法でこの逆説を書いてきた。古典的な例として、という表現も知られている。この表現にはわずかながら不備があるが、有名でもあり、この逆説が分析されてきた様々な方法を描写するのに都合が良い。 全能の逆説を厳密に分析するためには、全能性の精密な定義が必要である。全能性の定義は、文化や宗教によって異なり、哲学者同士でも異なる。通常の定義は、何でもできるオールパウアフルであるが、これでは力不足である。例えば、全能性を、いかなる論理の枠組みにも束縛されずに動けることと定義してしまえば、この逆説は成立させようがない。 この問題に対する近現代の取り組みは意味論の研究、すなわち言語従って哲学も全能性そのものをいう意味に記述することができるのだろうかという点を含んでいる。しかし、初めから全能者がすべてのことができると定義すれば、この文に左右されずその意志を持ち上げられないことも一つの能力になる。伝統的には神は全知、全能、 全然として理解されてきた。しかし、そのような理解は脆い。例えば、神はあまりに重すぎて持ち上げられない岩を想像できるかという命題は、神の論理的自己矛盾を示しており、神学の言語がいかに論理的に脆弱かを暗示している。ライプニッツの主張から考えると、神が善能であれば、神は人間に悪いことをできる自由を与えると同時に、 悪いことをできない不自由を与えることができる。言い換えれば、全能者は、視覚い炎や結婚している独身の男を想像できるということであり、矛盾している。有神論には、全能者が成し得ることに不可能はないという前提が、含まれている。プランティンガによれば、この前提は、論理的に正しくない。例えば、全能者が視覚い炎を想像することや、 7プラス5イコール75にすることは一見可能だが、それは論理的不可能だからである。全能者はどんなことでも成し得ると考えることはできないとプランティン側は言う。極端な例を挙げれば、全能者は自分を永遠にいかなる意味でも存在しないようにすることはできない。神が全能であるなら、神にとって世界や非造物は不必要であるという考えも、 伝統神学の中にはあった。なぜなら何かを必要とするものは全能ではない、すなわち無限や自尊ではないと考えられるからである。全能である神は世界を愛する必要もない。神が世界を愛するなら、そうするように自分で決断したからであって、神はそれ以外でもあり得る。なぜなら存在するために何かを愛する必要があるもの。 何かを愛することで存在可能なものは全能ではないからである。全能者ですら論理的な矛盾を犯すことはできないと前提すれば論理的な限界内の全能者は存在しーるとプランティン側述べている。ルネデカルトはこのような議論を批判してあらゆることが可能な無制限の力を人間の論理で制限する全能の逆説のような議論は意味がない。 そのような逆説を議論するよりも数学的探求をすることの方がより有意義だ。と述べた。全能の逆説を論議する文脈での全能性にはいくつかの意味がある。ホフマンによるとそれはいかなる事態でももたらし得る力である。しかしその事態が含むものについては議論の対象になる。デカルトをはじめとする哲学者はこの定義を引き継ぎ、 論理的に不可能な出来事をもたらす能力も含めた。例えば有限の宇宙の中で立方体が形を失ったり、通常の数体系で一が二と等しくなったりすることは、論理的に不可能である。全能者が型のない立方体を作ろうとすれば、それは可能であることが証明されようし、そのような全能者は、論理法則に束縛されないことも証明されよう。トマス・アクイナスのような哲学者は、 全能者が全能であるためには、論理的に不可能なことを行う必要はないと主張している。この場合、全能者は、論理的に可能な全てのことをする力を持つ。この二つの考え方では、全能性の限界が異なるので、全能の逆説を解こうと思うなら、両者を区別することが重要である。全能性を特定の存在に適用する場合、複数の異なった方法がある。 本質的に全能エッセンシャリーオムニポテントな存在であるのか、偶発的に全能アクシデンタリーオムニポテントな存在であるのかである。前者は常に全能であるのに対し、後者は一時的に全能になり、その後全能ではなくなる存在である。全能の逆説は、両者の間で異なって適用される。通例、全能の逆説は、全能者は、 自分が持ち上げることのできない石を作ることができるかという問いとして表現される。この問いは次のように分析できる。ある存在はそれ自身が持ち上げることのできない石を作ることができるかできないかのどちらかである。もしその存在がそれ自身が持ち上げることのできない石を作ることができるならばその存在は全能ではない。もし その存在が、それ自身が持ち上げることのできない意思を作ることが、できないならば、その存在は、全能ではない。これはもう一つの古典的逆説、抗うことのできない力の逆説を反映している。その逆説は、抗うことのできない力と、不動のものが出会ったらどうなるかというものである。それに対する一つの回答はこうなる。もしある力が抗うことのできないものであるなら、 定義からして真に、不動のものは存在しない。逆に、不動のものが存在するならば、間に抗うことのできない力というものは存在しない。この扱いは、基本的には正しいのだが、全能性の定義問題には役立たない。そればかりでなく、全能の逆説はもう一つの似通った哲学的問いに関連している。それは、おじいさんの逆説である。 全能性についての日常的な定義の中にはしばしば時間旅行の能力が含まれている。では次のように問うたらどうだろう。全能者が時間を遡り自分自身の祖父を殺すことはできるのか。しかしながら、これは全能の逆説に対する論理的に十分な分析とは言えない。というのも、これは全能者に人間的な属性を合わせようとしているが、 全能者は人間的な姿をとっているとは限らないからである。次のような要請によって逆説を解消しようという立場もあり得る。すなわち、全能性は常にすべてのことができることを必ずしも要求しないという要請である。そうすれば次のように理屈をつけられるその存在は作った時点では持ち上げられない石を作ることができる。しかし、 その存在は全能であるから、その存在は、後からいつでも、持ち上げられる程度に石を軽くすることができる。したがって、その存在を全能であるというのはなおも、合理的である。これは、本質的に、1960年の映画、風の遺産 EN、インヘルト・ザ・ウィンドの登場人物である、マシュー・ハリソン・ブレーディが進歩する観点と同じであり、ブレーディの観点は大雑把に言って、 ウィリアム・ジェニングス・ブライアンに則っ,っている。クライマックスシーンで神は自然法則を好き勝手に変えられるとブレーディは論ずる。石の重量を変更するということは少なくともその石に関わる重力の効果を変更するのと論理的に同値である。このような説明に対しては次のように反論できるだろう。全能者は自分にも重さを変えられないくらい不変な石を作る。 ことができるか。さらに、このような状況、後で、石の重さを変えることが全能者の要件として要請されるならば、全能者の自由維持を制限することになるのではないか、と。J.L. マッキーは1955年の哲学史マインドに論文を発表し、全能性に2つの段階を設けて区別することで、全能の逆説を解消しようとした。第一段階の全能性。 第二段階の全能性である。ある時点で両方の全能性を持つ存在は自分自身の能力を制限し、それよりあとは片方の意味で全能であることをやめることもできるのであろう。抗うことのできない力の逆説についての古典的な記述法は近代物理学の文脈で見ると欠陥を持つことになる。というのも、進度が全く変わらない法断も、 全く破壊されない防壁も同様に無限大の完成を持つことになり、両者ともに不可能である。しかしながらこれは物理の話であって、論理には直接関係するものではない。単に我々がこのような描写に慣れているので哲学の問題の例として選んでいるだけである。同様に全能の逆説についての古典的な記述法、重すぎて、 全能なる創造者に持ち上げられない石は、アリストテレス時代の科学を基盤にしている。天動説と平らな地面を前提にしているのである、石をその惑星の表面に対してのみ持ち上げうるのかさらに、惑星の光点を考慮に入れれば、軌道の中心にある太陽に対し、常に石は持ち上がっているとみなすこともできる。つまり、石居城に関する原説の選択は貧弱であると、 近代物理学は示唆するわけである。だが、だからといって、一般的な全能の逆説が基礎から無効化されたわけではない。資料深いスティーブン・ホーキングによる創造主と自然法則との関係についての考察に従い、古典的記述法を次のように直すことができるだろう。全能者がアリストテレスの物理学に従う宇宙を創造する。その宇宙で全能者は、 自分自身が持ち上げられないほど重い石を作ることができるであろうか。科学ライターのジェームズ・グリックは自身のリチャード・ p ファインマンデンの中で原子の実在性に監視議論していた科学者が全能の逆説に行き着いた様を記述している全能者、この場合はキリスト教の神としていいだろうは神自身が分割することのできない原子を想像することができたのだろうか。 存在が偶発的に全能である場合は、逆説は解消できる。全能者は自分に持ち上げられない石を作る。全能者はその意志を持ち上げられず、全能でないものになる。本質的に全能であるものと違い、偶発的に全能であるものは全能でないものになることが可能である。しかし、ここで問題が生ずる。その全能者は本当に全能だったのか それとも単に強大な能力を持っていただけだったのか。存在が本質的に全能である場合は、逆説は解消できる。その全能者は本質的に全能である。ゆえに全能でないものになることはできない。さらに、全能者は論理的に不可能なことをすることはできない。全能者が持ち上げられない意思を想像することは、上記の論理的不可能性にあたる。ゆえに、 全能者がそのようなことを要求されることはない。全能者はそのような意思を想像することはできないが、それでもなお全能性を保つ。この考えでは必然的に全能者も論理法則を破ることはできないという論点を受け入れることになり、確かにこの逆説全体がこのような論点を強力に正当化している。このため哲学者イブン、リュシュドは、 全能の逆説をさらに進め、その考えはパリ司教であったエティエンヌタンピエの激しい球団を浴びることになった。石を用いた表現の代わりにイブンルシュドは次のように問った。神は内閣の総和が180度ではない三角形を作ることができるのだろうか。注意してほしいのだが、後の非ユークリッド機科学の発見はこの逆説を解決するためには役立たない。 次のようにも問うことができるからだ。大円基科学の工順が成立するとして、そこで全能者は内角の総和が180度を超えない三角形を作ることができるか。いずれの場合も、本当の質問は、全能者は自分の想像した氷系において論理的に導かれる結果を破る能力を持つのか、という点である。この考えが定式化された歴史的な文脈を、 外観するためには、ジェームズ・バークの EN、ザ・デー・ザ・ユニバース・チェンジドを参照されたい。テレビシリーズの第2話または、ガイドブックの第2章である。レコンキスタの後、アラビアの科学書や、哲学書、それらは古代ギリシア文献の翻訳であることが多かったが今度は、ヨーロッパの言葉に翻訳されて、欧州の文化人の間に知られるようになった。イブン・リュシュドの難問がパリに届くと、 剣剣合合の論議が巻き起こり、そのため、パリ大学の新学生は6年間のストライキに突入した。バークはこれを表して、この神の限界問題はダイナマイトだったと言っている。挙句、カトリック神学の主流派もレコンキスタによって得られるようになったギリシャ、アラビアの素材を利用するのに甘んじることになった。多くはトマス・アクイナスのおかげである。アクイナスの 神学大前は、神は論理を拒否し得ないと断言している。この点で、12世紀のユダヤ人哲学者にして、医師であったモーシェベン・マイモーンは、当悪者への手引きの中で悪意なすの思想と同じ主張を行っている。モーシェベン・マイモーンは、否定神学の信奉者であった。何がしら神秘的な観点から、否定的なあるいはアパファティックな神学の根本には、 神の真のエッセンスは語り得るものではなく、神についての肯定的な記述はいかなるものであれ、冒涜的であり、異端であるリスクを負うという考え方がある。アメリカ独立戦争のゲリラであったイーサン・アレンは、論文、理性、人間の唯一の信託を書き、その中で、現在、弁信論などを古典的な啓蒙運動スタイルで、論じた。第3章第4節でアレンは、 変化し死ぬことは動物を定義する属性であり、全能性そのものも、動物を死すべき運命から救うことはできないと、書いている。アレンは論ずる、谷のない密集した山々が存在したり、私が存在すると同時に存在しない、ということがありえない、のと同じように、一方が、他方なしであることはありえないし、神が自然界で、他の矛盾を引き起こすこともありえない。友人に、 理神論者呼ばわりされながらもアレンは理性を通してではあるが神聖なる存在ですら論理に束縛されると論じたのである。一部の哲学者は全能性の定義にデカルトの観点を含めればこの逆説は解消するという姿勢を崩していない。その観点とは全能者は論理的に不可能なことを成し得るというものである。全能者は論理的に不可能なことをすることができる。 全能者は自らが持ち上げられない石を作ることができる。全能者はついでその石を持ち上げる。このような存在は数学的に似たすニを語にすることもできるし、四角い円を作ることもできるかもしれない。この場合その存在の全能性とは本来的に矛盾であるこれらの記述を乗り越える能力を指す。ハリー・ジー・フランクハートのことを用いれば、もし全能者が 論理的に不可能なことをなすことができるならば、彼は彼自身扱うことのできない状況を想像することができるばかりか、一貫性という限界を超えて自ら扱うことのできない状況を扱うことができる。しかし、この方法で逆説を解消することは問題をはらんでいる。定義それ自体が論理的な一貫性を無かしてしまうという点である。逆説は解決できるかもしれない。だが、 それには痛手を伴う。そのような存在が論理を超越してしまうので、論理はガラクタになり、無意味なものになってしまうのだ。アレンの理性は、論理を放棄することで逆説を解消する人々を、風刺している。アレンは次のように書いている。もし彼らが理性、リーズン、理由、論理、抜きで議論しているなら、彼らは合理的確信を超越しているし、彼らは合理的議論、 ラショナルアーギュメント理性的議論に値しない。全能の逆説は大衆文化の中にも浸透している。様々なメディアの中で全能の逆説や全能者の存在に関する議論が参照される。ありがとうございます。